ジョバンナ・メッツ・ジョルノは、イタリアの女優である。ローマ出身。1974年11月9日、イタリアの映画俳優、ビットリオ・メッツ・ジョルノと、女優・チェチリア・サッキの娘として、イタリア共和国の首都ローマに生まれる。母方の祖父・フィリッポ・サッキも、映画評論家であり、芸術家一家の娘として育った。1993年、 隣国フランスのパリに設立された、ピーター・ブルック主催の国際演劇研究センターに留学。1995年にはブルックによる舞台、クイエラノー・オフィーリア役に抜擢され、舞台女優としてのキャリアをスタートさせている。1997年、セルジオルビーに共演のイルビア・ジョデラ・スポーザで映画デビューを果たし、 早くも演ニオフライヤーの賞最優秀女演女優賞およびグロボドーロ賞の新人賞を受賞した。翌年も2作品の映画デル・ペルデュット・アモーレとピュー・ラジェロ・ノン・バスタで主役を演じデル・ペルデュット・アモーレではチアック賞を受賞した。この撮影で出会ったステファノ・アコルシとは長期間交際している。2000年国際派俳優たちを豪華に起用した。 フランスのミニシリーズ、レ・ミゼラブルに出演した。2001年、ガブリエレ・ムッチーの監督の、エル・ウルティマ・バーチョに、ジュリア役で出演し、ステファノ・アコルシとの再共演、ステファニア・サンドレッリとの共演を果たし、またエンニオ・フライヤーのショーで2回目の最優秀女優賞を獲得している。2002年、ソマリアの内戦で、謎の死を遂げた、t g さんの若きジャーナリスト、 イラリア・アルピの名前をタイトルにした映画で、父チビット・ッーリオも、主演団優勝を受賞したナストロ・ダルジェント賞で、最優秀主演女優賞を獲得している。2003年、TV ドラマ、イルセ・セグレート・ディ・トーマスと、映画、向かいの窓で、ラウル・ボーバ、マッシモ・ジロッティと共演。特に校舎では、記憶を失った謎の老人に出会い、次第に心を通わせていく女性を演じた。 この、向かいの窓は、高い評価を受け、グロボドーロ賞、ナストロ・ダルジェント賞、フライヤーの賞をそれぞれ受賞した。2004年、セルジオルビーニによる、映画、ラモーレ・リトルナで、セルジオルビーニ、自身、ミケーレ・プラチド、マリアンジェラ・メラート、ファブリッジオ・ベンティボリオ、マルゲリータ・ブイと共演。同年には、イタリア・フランス合作による、コメディー、 イルクラブデッレ・プロメスで主役を演じた。また、ピエロ・マッカリネリ演出によるサラ・ケーエンの商品、4.48、サイコシスで、再び舞台にも上がっている。2005年、クリスティーナ・コメンチーニ監督による、心の中の獣で、幼児虐待の記憶に苦しむ女性を演じ、本作で、ベネツィア国際映画祭の最優秀主演女優賞を受賞して、 国際的な知名度を上げた。映画自体もアカデミー賞、最優秀外国語映画賞に、ノミネートされた。2006年、これらの時代の愛で、フェルミーナ・ダーサ役を演じ、フロレンティーノ・アリーサ役のスペイン人俳優、ハビエル・バルデムと共演。撮影は、カルタヘナで行われ、ガブリエル・ガルシア・マルケスによる、小説、これらの時代の愛を原作としている。2007年には、 フランチェスカールキ・キブージ監督作、いつか飛べるようにとダビデ・マレンゴの監督デビュー作、ノットル・のバスに出演、バレリオ・マスタン・ドレアと共演している。2008年、マルコ・ベロッキオ監督の新作、愛の勝利をムッソリーニを愛した女で主役の、イーバ・ダルセル役を演じ、マストロ・ダルジェント賞とグロボドロ賞のほか、アメリカでも、全米映画批評価協会賞を受賞した。同年には、 ビムベンダースが15年ぶりに全編欧州で撮影を行ったパレルモシューティングで写真家に愛の食材的な力を教える女性を演じている。2009年、冷戦期イタリアの鉛の時代に猛威を振るった反政府組織、プリマリネアを描いたラプリマリーネアでリッカルドスカマルチョと共演。翌年にはロッコパパレオ監督主演のコメディ映画 バジリカタコースト2ーコーストに出演した。2010年からしばらく間は映画出演を控えていたが、2013年の映画、ビノデントロで復帰し、2014年には、ルイージカッシーのアレッサンドロガスマンラとアイ、ノーストリーラガッチに出演した。ありがとうございます。